静岡の道の駅玉露の里。道の駅玉露の里がある岡部町周辺は日本三大玉露産地の一つ。茶室氷月亭では玉露茶を、駅内の物産館茶の花亭では茶そばや地元素材を取り入れた料理等が味わえます。静岡県で25カ所ある道の駅で、今回は藤田市岡部町にある玉露の里に行ってみました。2019年度は初めてお茶の産出量1位の座を鹿児島に奪われてしまった静岡ですけど、まだまだお茶といったら静岡ですよね。そんなお茶にゆかりのある玉露の里はどんな施設でしょうか。楽しみですね。国一バイパスを岡部で降りて県道209号線沿いに玉露の里がありました。場所は主要道路から外れた場所にあるんですけど、駐車場は車でいっぱいでしたね。周りを山に囲まれて、まさにお茶の里といったロケーションです。駐車場の奥には有料ですけど世界の昆虫館がありました。子供さんとかは喜ぶでしょうね。メインの施設茶の花亭では飲食や土産物などが販売されていました。出店とかも結構出ていて雰囲気がすごく良かったですね。お店に入ってすぐお土産コーナーがありました。やっぱお茶関係のお土産物とか鬼滅の刃系の お土産物がありましたね。今日はこちらでランチタイム。いろんなメニューがありましたけど、せっかくなんで茶そばを注文しました。入店時に出してくれたお茶もほっとするさすがの美味しさです。見てこれが見た目ですね。麺の抹茶色が映えてうまそうですよね。ツルツルシコシコでお茶の渋みがほんのり感じられて最高に美味しいです。さすがにそばだけじゃ物足りなかったんで、売店で名物の玉露ソフトクリームを買いました。これもすごい甘くて少し渋みがあって美味しかったですね。これだけ体にお茶を入れると体が緑になっちゃいそうですね。さらに朝比奈川を挟んで反対側に行くと茶室と日本庭園がありました。この反対側に渡る橋がかなり狭くて怖かったですね。
まるで風景画の中に入ったようで、本当に美しい庭園でした。ここから先の茶室は有料になります。池の鯉はたっぷり餌をもらっているのか、丸々と太っていてモンスターみたいでしたね。本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。